午前1時27分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに、東京方面に向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在、御殿場ジャンクションまで30分ほど、東名東京インターまで1時間40分ほど、それぞれかかっています。次に、休憩施設の情報です。この先の駿河湾沼津サービスエリアの駐車場は現在混雑しています。引き続き名古屋方面に向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在、新進部ジャンクションまで20分ほど、新指導カウンターまで25分ほど、それぞれかかっています。次に、休憩施設の情報です。この先の清水パーキングエリアの駐車場は現在空きがあります。なお、渋滞後での衝突事故が多発しています。渋滞後部では、ハザードランプを点灯し、後続車に合図を送りましょう。また、警察と協力し、ドライバーの注意喚起として、パトロールカーにてレッドテントを走行しています。ハイウェイラジオ新東名、富士宮よりお伝えしました。午前1時27分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに、東京方面に向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在、御殿場ジャンクションまで30分ほど、東名東京インターまで1時間40分ほど、それぞれかかっています。次に、休憩施設の情報です。この先の駿河湾沼津サービスエリアの駐車場は現在混雑しています。引き続き、名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在、新進部ジャンクションまで20分ほど、新指導カウンターまで25分ほど、それぞれかかっています。次に、救急車の情報です。この先の清水パーキングエリア、駐車場は現在空きがあります。なお、渋滞中での衝突事故が多発しています。渋滞後尾では、ハザードランプを点灯し、後続車に合図を送りましょう。また、警察と協力し、ドライバーの注意喚起として、パトロールカーにて、レッドテントを走行しています。ハイウェイラジオ新東名、富士宮へ。午前9時30分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに、東京方面に向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。